はい、皆さんこんばんは。ダンススクール D スタジオインストラクター海音です。はい、というわけで、前回に引き続き、今回もちょっと体の使い方のレクチャーをしていきたいと思います。前回ちょっと腕の使い方のレクチャーをさせていただいたんですけれども、今回はちょっと足の使い方、足のこう上げ下げの使い方のレクチャーをしていきたいと思います。早速行ってみましょう。前にまあリズム取り、腰で取ってくださいっていうところを教えました。で、前回の時に腕の使い方、そこに腕の使い方を使っていきます。はい。で、例えばそこから足をこうダウンのリズムでこうするときに、例えば足上げる、ダウンにしても、じゃあアップにしてもこう足を上げていったりします。他のヒップホップとかで動きでもこう足上げることがよくあったりします。足蹴ったりとかもよくあったりします。その時に使う時のこの足の使い方をレクチャーしたいんですけど、分かりやすく言いますと、足を上げる時に前からこの足のこの前の部分から足を上げていく意識をするのではなくて、この後ろの部分から上げる意識をしていただきたいんです。こう膝とか前を持って、ここからこう足をこう上げようとするのと、ご自身で後ろからこうやってスクープするような感じで足を上げていただくと、全然上がる感じが違うのが分かりますかね。この意識の違いというか、ここなんですよ。足を上げるときにこう膝からこういう、まあ、膝蹴りをするような感じでリズム、例えばダウンでいきます。ダウンするときに、ダウンでするときにこういう感じで、こっちからこう膝から上げるっていう意識よりも、こっちからこの付け根の部分前から上げようとすると、なんて言ったらいいですかね、こう短くなってしまうというか、こうためがなくなるんですね。ここからだとクッてすぐ、もうフッてすぐ行ってしまうから。だけどこっちから行くとグーン、グーンがためが作りやすいって言うんですかね。前から行ってももちろん作るはできるんですけど、ためをするのは難しいって。こうやってこっちから行ってしまうんで、グーン。それが後ろから行くとゾーン、ゾーン。プラス負担がかかりにくいというか、こっち側になって、こっちからやった方が負担がかかりにくい。プラスお尻がこう上がりやすくなるというかね。ちょっとしたヒップアップするというか、シェイプアップ効果があるというか、はい。これを俗に言うと、ヒップホップでヒップアップ。ヒップホップでヒップアップっていう。はい、今のところはちょっとカットしていただいて、はい。こっちから上げていただくといいです。こういうから上げていく意識。それを意識して、プラス、リズム取りするときに腰からしていく。プラス、前回やりました腕を使うときは肩甲骨からやっていくっていうのが全部使えていけると、よりかっこよくリズム取りが取れるようになります。腰を意識します。腕、前回やった肩甲骨からやる、足上げるときに後ろから上げていく意識、ドンドンドンっていう風にいけると、リズム取りがかっこよくステップ踏むにしてもやれるようにできます。はい、例えばリズム取りもそうですし、ステップするにしてもそうです。ランニングマンそれにしても、足上げるときにこっちからしっかり上げていく、こっちから上げて押す、上げたら押す、ポップコーンとかでもキックするときにこっちから、膝から下だけでポンってこうやって 1,2,3 じゃなくて、しっかり軽くでいいので、少しでいいのでこっちからフッて上げて、上げてターン、トン、こうしっかりこっちからフッて、フッ、上げる意識があるといいです。キックしたりするのに、例えば、そうや、インポートでキックとかもたくさんあると思うんですけど、そういう時になるべくこっちから、前から上げる意識ではなくて、後ろから上げる意識があるといいです。これが、体の使い方、下半身の使い方になりますので、ぜひ、踊りステップとか、リズム取りするときにこれをぜひ意識してやってみてください。というわけで、今回は足の使い方のレクチャーになります。以上です。ありがとうございました。